こうやってね、結構ね、ドロッといくんですよね。こんな感じでね、フライパンからスルッと動くようになってきます。どうも、ダメ人間です。ということでですね、今回はダメ人間の作る長芋レシピ。長芋の鉄板焼きでございます。皆さん食べたことあるのは鳥貴族で食べたのが多いかな。ただ鳥貴族の長芋鉄板で長芋の釣ったやつってトロトロな感じで食べるじゃないですか。僕のはね、お好み焼きっぽくしちゃうんですよね。もうお好み焼きではないっていう感じ。ということで今回はですね、めちゃくちゃ簡単でめちゃくちゃうまいんで、これみんなにやってほしいんですけど、某居酒屋よりうまいです。あまりにもうまかったんで、長芋の時期ですから今ね、皆さんにすぐ食べていただきたいと思いまして、緊急で動画回してます。長芋で作る長芋鉄板作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料は、長芋、これごめんなさい、長芋ね、ちょっとでかいのしか売ってない、5分の2ぐらいしか使わないので 200g ですね。おろした状態で 200g の長芋でございます。はい、鰹節、バター、卵1個、もうこれだけ。めちゃめちゃ簡単なんですよ。でも食べるとマジ感動しますか。これ長芋を最高に美味しく食べるやり方を紹介します。長芋や鉄板をやる上で何が重要か。おかずとしてもいいんですけども、やっぱつまみなんですよね。このつまみを一番最高に食べられる順序ってあるじゃないですか。2品目、3品目でこいつが来るとすごい美味しいと。なんでですね、やっぱり2、3杯飲んどかないと思いますんで、2、3杯飲んだ状態でやりたい。料理を食べるにはですね、自分のコンディションも大事なんです。嫌なことがあった時、ご飯食べても全然味しませんよね。だから、自分のコンディションを整えておくってすごい大事なんですよ。なんで今日は僕のコンディションを整えていきます。今日のコール占い、イエーイ。ということでこのウィークコール占いが俺からの人生を左右する一世一代の大勝負。このグラスに全ての氷が入ったら僕は順風満帆で死ぬまで料理研究を続けられます。氷があまり入らなかったら僕は公園でワンカップを飲みます。はい、2つ入ったので表舞台からは退くけども、闇の料理界では活躍できるっていう感じですかね。闇料理界ってなんだろうね。アルシュマシン弊社規定でワンプッシュ判断です。これ自らのコンディションを整えていきます。乾杯。くー、ということでやっていきます。まずね、長芋すりおろします。皮、大体すりおろす方って皮を剥くんですけど、皮剥かないでいいっす。で皮も生食できるし、焼いちゃうと色とかも関係なくなるから、これこのままねおろしていいです。剥くのマジめんどくさいし、そもそも皮食えるから、これやんない手間は絶対やんなくていいっす。やんなくていい手間は絶対やんないでください。無駄だから、人生において無駄。はい、いいですね。200g ですね、これね。調味料入れる前に、鰹節を粉にします。電子レンジで40秒。はい、3g の粉。で、これなんでかっていうと、大体この長芋って、だしを入れるんですね。濃く取っただしを入れるんですよ、ここに。なんですけど、長芋って、山芋と比べて、粘度が低いんですね。山芋だと、なんか、持ち上げられるぐらい、ポテッとするんですけども、長芋って水分量が多いんで、水をいっぱい入れてしまうと、シャバシャバになっちゃうんですよ。なんで、できるだけこの長芋のすりおろしで、鉄板焼きをするときは、水分入れない方がいいんです。だから、だしよりは鰹節の粉を直接投入した方が長芋の味が濃いものになります。これね、覚えておいてください。僕はここに直接だしの粉ぶち込んじゃうっていうことですね。まあ 2g から 3g の鰹節なんですけども、これチンして、粉なんですよ。これ池盛りシステムっていうんですけども、これ入れちゃいます。ここは鰹の旨味加わりました。でここに味の素1,2,3,4振りですね。はい、これをするとこの鰹節のイノシン酸っていうものとですね、この味の素のグルタミン酸、これが、相乗効果を生み出して、まるで合わせだしのような濃いだしが作れます。卵は穀も加えてくれるんですけども、まずねこのね長芋をねもっとふわっと固まらせてくれるっていう効果があります。そしてお塩ですね、小さじ3分の1ね、マナブを3分の1入れます。はい、片栗粉は大さじ1。片栗粉が入ることで表面がね少しカリッとしたような感じになりますので入れてください。それで卵を崩しながら
こうやって混ぜていく。ここにはもう鰹節と、昆布と同じ、グルタミン酸が入ってます。これがね、白だしですとか他の調味料とかだとやっぱり、ね、水分が加わっちゃうんですよね。こうやってね、結構ねドロッといくんですよね。これで水を加えてしまった日には結構ね、シャバシャバになってですね、焼いてる時もですね、まあ、かなりこうシャバってぺったんこになっちゃったりするんですね。なんで僕はこの味付け一番好きっす。こんな感じで、これを焼いていく。で、皮ごとすりおろしてるのに全然見た目汚くないですよね。皮をおろさないことによってフードロスも削減できるし、僕らは過食部が増えるって、量が多くだし、いいことしかない。じゃあ火をつけます。メラ、バターをバターっと入れます。で、まずね、溶かしていきます。これバターと出汁ってすごく相性がいいんですよね。で、バターの風味が嫌いな方は他の、普通の油で やっていただいてもいいんですが、僕バターでやると好きなんで、シュワ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 ね、いってきますんで、シュワルツネガーになったら、このね、生地を流していきます。もう全部全部流しちゃっていいです。で、まあ火はね、中火ぐらいでいいです。これで、ね、卵の力と長芋をね、火を入れると結構固まってくるんですよ。なんでこうやってゴムベラでちょっとこう外整えながらやっていくといいですよ。これがうまいのよ。なんかトロトロな長芋焼きも美味しいんですけども、こうやってなんかちょっとお好み焼きっぽく焼くのもすっごい合うんですよね。ふんふん焼いていくとこんな感じでね、フライパンからスルッと動くようになってきます。そしたらね、こうやって蓋乗せるんですよ。こうやって蓋にすりおろして、はい、そしたらこうめっちゃ綺麗にいったでしょ。片栗粉を使ってるんで表面は少しパリッとしてますね。うん、ここまで固まったらね、こうやって返せばいい。はい、これぐらい固まったらもう OK なんです。お皿に移してもいいんですけど、僕はねこのフライパンで食べるのが好きなんで、皿洗いたくないし、なんで、このまま、トッピングいきたいと思います。はい、それじゃあこの海苔をトッピングしていきます。トッピングはね、なんかお好みソースとマヨネーズとかでも全然美味しいし、むしろその方が好きな人もいると思うんだけど、俺は出汁が効いてるんで塩かポン酢で俺いいと思います。まあ小ネギですね、小ネギ少し、もうこれ好みなんですけども、七味を少しかけてあげるのもいいと思います。はい、お好みでポン酢と塩で食べると。はい、こちらで最後の順長芋です。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。ふかふか。俺の一番のおすすめはポン酢です。そっとかけて、うまっ。だしのうまみが極限まで効いて、居酒屋とかに置いてあったらこれ名物になりますよ。長芋のふわっと感が残ってて、卵がプルッと固めてくれてるんで、見た目お好み焼きっぽいのにすっごく軽いんですよね。めちゃくちゃうまい。鰹節と味の素のこの合わせだしの効果でめちゃくちゃ美味しかったです。だしの味なんでシューも合うはずです。塩も合うな。これ箸がサクッとしてる。なんでこの味付けで長芋鉄板出すとこがないんだろう。長芋焼きで俺人生一番うまいっす。さあ、します。いただきます。チャレンジ。いただきます。うまっ。つまみだ。大体ね、これぐらいの食感だと山芋が多いんだよね。あ、山芋は結構これぐらい硬くなるから。長芋もうちょっと水分量が多いから、うん、卵入れて、出汁入れて、うん、で、だしも水分入れないようにするとこれぐらい固めに仕上がる。いやー、うまいね。これ酒飲みは全員好きだよ。うん、しかもさ、重くないでしょ。重くない、全く。これはつまみだね。塩と日本。あ、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞどうぞ。これは美味しいです。どうぞどうぞ。ありがとうございます。パロパロと、これどうぞ。これもちょっとこれいただこう。あ、酒だな、これ。酒だよな、これ。日本酒いいね。うん、こ
この塩加減足された感じと、この日本酒はめっちゃ口が合うわ。全然重くないから食べやすいもん。重くないな。これはあのつなぎがもう片栗粉大さじ1杯しか入ってないから、芋と卵なのよ。長芋もじゃがいもより糖質がそんなに含まれてないから、スルッと食べられちゃう。つまみだね。つまみだね。ということで、長芋全般最高の味、皆さんぜひ試してみてください。